あれから3週間目立った異変の兆候はなさそうだ。ひとまず侵食の心配は完全になくなったと見ていいだろう。はい、戦士団やお兄ちゃんたちの方でも何も起きてないみたいですし、アシェンやツオたちの方も改めておかしなことにはなってなさそうだな。まさかアシェンがあの時のことを覚えていてサオに改めて宣言するとは思わなかったが、いつかあなたが予想だにしない手を打って嫌でも無視できないようにさせてみせるわたくましいお嬢さんよね。恋する乙女ってだけじゃもうないか。まずは一人前になって改めて自分自身の気持ちと向き合う覚悟かしら。はい、アシェン様に限らず皆様前向きになられて本当に良かったです。操られてしまった私が言うのもどうかと思いますが、それを言うなら私なんてもっとですよ。ああもうそいつはいいっつの。僕だってネメス島の時にとんでもない迷惑をかけちゃったしね。巻き戻しに散々助けられたけど、それでもみんなで乗り越えてここにいる。スインさん、ナーディアちゃんも含めて全員で掴み取った成果なんじゃないかな。うんうん、さすがいいこと言うね、カー君。ナーディアはともかく、そこに俺を入れてもらうのは少しいたたまれないが、いや、栗ごとか甘んじて受け入れさせてもらうさ。ま、実際オーギュストを抑えられたのはお前の仕掛けが大きかったからな。大切なものを守るための大博打、そこはあえて胸を張っておけ。ああ分かった。ま、余計な意地を張り続けてるとこじらせた大人になっちまうからな。そこんとこは気をつけとけよ、少年。どこぞの親父みたいにならねえようにな。おい、つうかだから俺は25になったばかりだ。やれやれいつものやりとりですねさあね、これでアニエスが来たら。そういえば結局ゲネシスの様子は変わってないのよね。みたいだな。壊れてしまったわけではないとのことでしたが。様々な検査機にかけてみたけど、低動力モードのような微細な反応もないわ。内部の回路は正常なのに完全な機能停止状態にあると見ていいでしょう。そうですか。今までずっとかすかに光っていた核の部分も消えるなんてね。確かエプスタイン博士の手記では、どうかオクトゲネシスを1200何年までに取り戻してほしい。さもなければ全てが終わる。全部集めりゃ何かが起きるとは確かに書いてねえのか。やれやれ、微妙に拍子抜けだぜ。何もないに越したことはないと思うが。そもそも今回の事件そのものがその予言の中身についてだったり。十分考えられるわね。黒幕がやろうとしていたことを考えると。確かに共和国だけじゃなくて大陸ごととか抜かしてたくらいだし。これで終わりっていうのを回避できたってことなんでしょうか。目的を達成したことによる機能停止、設計思想として考えられなくはありませんが。全てはカノ博士のみぞ知るか。まずはこうして無事に集まったことを祝いましょう。きっと先生やリリアさん、お母様も喜んでくれているはずよ。はい、そうだと嬉しいです。8つのゲネシスの捜索依頼達成、本当にありがとうございました、バンさん。他の皆さんにも
なんとお礼を言ったらいいか。アニエス様よかったです。アニエスさんの念願が叶って。いろいろあったけど、ひとまずは一件落着だね。なあちゃんたちは途中からだけど、あーちゃん頑張ってたもんね。ああ、バンたちも含めて本当にお疲れ様だ。しかしこれで事務所を手伝う口実がなくなっちまったわけか。どうすんだアニエス、バイトの方も辞めちまうのかよ。え？それは。やれやれ、煽るな。ま、これはアニエスにというよりどちらかというとそうでしょうね。ああ、なんだ、この事務所も誰かさんたちのせいで各方面ですっかり有名になっちまったな。非常に不本意だが手が足りねえ。助手の募集をし続けるくらいには。それに最初の交換条件がまだ果たされてねえのも確かだ。あんたが諦めないなら今後もできる範囲で手伝ってやる。代わりにそっちはゲネシスや四季の情報をその都度提供してくれ。そんな交換条件でどうだ。分かってねえことも山ほどある。メアやグレンデルとの関係も含めて、その辺が片付かないうちに依頼達成とは完全には言えないんじゃねえか。バンさんそうでした。確かに気になることばかりですよね。アルバイトと合わせて今後ともよろしくお願いします。ああ、こちらこそだ一件落着かしら。しかしあの笑顔、さすがの破壊力ですな。なあちゃんはどっちの味方でもあるけど、からかわないでちょうだい。でも本当に良かったわ。ああ、背中を見せる相手がいるうちはそこまでこじらせすぎないだろうしね言えてるかもなそのこじらせぶりも彼の魅力だと思うけどね。ごちゃごちゃうるせえぞ、そこ。つうか、お前もいつの間に現れてやがる。釣れないな。一応最後まで視線をくぐり抜けた仲じゃないか。ところで助手の募集だっけ？私も改めて応じさせてもらおうと。却下だ却下。まあ牽制の気まぐれはともかく、落ち着くところに落ち着いて何よりだ。これで俺たちも心置きなく出発できる。そっか、そろそろ立つんだったわねもう少し滞在されてはという気も改めていたしますが。なあちゃんも本当そうしたいのは山々なんだけど。こうして無事にラーちゃんも取り戻せたことだしね。次はどこかに行っちゃったピクニック隊の元リーダーさんを見つけないと。ああ、2年前から一緒に行動してたっていう。ふざけたチーム名はともかく、シャレになってねっつう経歴の野郎か。俺もさすがに面識はねえが、 CID に徹底マークされてるんだったが、ルネのやつをかわすのは骨だが、なんなら4SPG として手伝ってもいいぜ。お前らにはでかい借りができたし、本人からも報酬を踏んだくれそうだしな。借りができたのは俺たちだろう。一応ヒントは残していったから大丈夫だ。少し落ち着いたらなんとか合流してみるさ。まあ学芸祭の3日間は目いっぱい楽しんで、しばらくぐーたらしてからでいいと思うけどそれがいいわ。準備だってちゃんと手伝ったんでしょ楽しみですよね。私も少し手伝わせてもらいましたし、僕もいくつか協力したし、
ちょっとドキドキしてきたな。ま、俺様の指南を学生どもがどこまで活かせるか見せてもらおうかね。おはようございます、バンさん。あ、来たか。アニエスさん、おはようございます。皆さんもおはようございます。もう集まっていたんですね。ええ、なんだかこっちもワクワクしてきちゃってね。準備も無事終えられたようですね。はい、あと少しだけ残ってますけど。それではナーディアちゃん、スウィン君もそろそろ。了解。劇集会は面倒だけど初日くらいは付き合わないとね。お前サボってばかりだったからな。すぐに準備するから待っててくれ。下でモーニングを用意してもらってるから、待ってる間にでも食っていけ。アラミス学芸祭、運営は体力勝負だ。アラに入れないと持たねえぞ。経験者は語るですね。それじゃあお言葉に甘えて。アニエスは下でモーニング中、他はそれぞれの部屋にいるだろう。一通り回ってみるかね。
ご注文かしら。今日も頑張ってね。さっさと決めやがれ。火つけろよ。Thank you.
おっと。何をするの？いいのか？もらっておくぞ。すまない、助かる。いくらで売れるかな？なんじゃ、いくらで売れるかな？前のを見て期待してましたけど、学生だけで手掛けたんだったか。なかなかチョコ材な仕上がりじゃねえか。私としては君たちの代の学芸祭も見ておきたかったけどね。ご来場の皆様、大変長らくお待たせいたしました。アラミス高等学校第98代生徒会長、レン・ブライトと申します。首都イーディスの春の風物詩にして、創立者アラミスの気風を受け継ぐ集大成、伝統的に生徒だけで準備されてきたこの催しも、今年は少しばかり趣向を変えております。まあ、なんといっても会長の私自身、前例のない留学生でもありますので。テーマは共に新たな季節を。ご来場の皆様、新入生の皆さんも、どうか心ゆくまでお楽しみください。それでは第98回アラミス学芸祭の開催を宣言します。
界にたどり着いたようだな。ようアークライド、しばらくぶりだな。ごきげんよう。これからアドバイザー関連の見回り？ジンさんはよりによってあなたに連絡するなんて。言っておくけど、テロの危険が杞憂なことくらい私にも分かってるわ。私一人が備えているだけで十分だし、あなたまで付き合う必要は。まこっちも適当に回りながらお前らと合流するつもりだったからな。だったら手間が省けていいんじゃねえか。元生徒会副会長殿。8年前はお互い忙しくて一緒に回ることもできなかったっけ。ならいい機会かもしれないわね。次はのんびり見て回る時間を作る。誰かさんが不意にした約束を埋め合わせてもらう意味でも。ぐっ、何も言い返せねえ。冗談よ。それじゃあしばらく一緒に回りましょう。 OB、OG として後輩たちの頑張りを確認しながら、 4SPG でオーベル地区と旧市街にも顔を出してみる。で、いいのかしら。ああ、そんじゃのんびり行くか。あの時の約束を果たす日が来るなんて。
人生わからないものね。埋め合わせってわけじゃねえが、今日くらいはしっかりエスコートするぜ、元副会長。それじゃあお願いね、元庶務兼何でも屋さん。あなたはこのゲームを制することに